はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずえっこです。それでは今回なんですけども、D カードプリペイドが D ポイントチャージ不可に、今後の D ポイントの使い方も解説ということで、今回は久しぶりの D カードプリペイドについてですね、この動画では D カードプリペイドについての情報を簡単にまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。こちらがね、これまでちょくちょく動画にもさせていただきました D カードプリペイドなんですけども、簡単な、この D カードプリペイドの特徴だけ押さえていただきたいんですけども、発行手数料無料、年会費無料で、還元率が 0.5% 還元の D ポイントが200円で1ポイントもらうことができます。で、発行できる年齢なんですけども、12歳以上の方、中学生以上の方ということになってます。で、Apple Pay にも対応してまして、で、今回見ていただきたいのはここなんですよ。チャージ方法のところなんですけども、それがこちらですね。これまで D カードプリペイドの場合は、12345種類、電話料金合算払いであったりとか、D ポイント、D カード、クレジットカード、そしてインターネットバンキング、こちらの5種類でチャージができていたんですよ。で、今回、お題にもあるこの D ポイントのところですね。ちょっとここをですね、見ていただきたいと思います。今日ですね、僕も Twitter で情報を見て、と思ったんですけども、何がどうなったかっていうとこなんですが、そうなんですよ。ドコモ回線を除く D ポイント、通常の D ポイントで D カードプリペイドのチャージが不可になりましたよということが、実は昨日ぐらいからもう始まってたんですよ。いや、ちょっとね、これを見たとき正直びっくりして、あんまりね、使ってない方からすれば、ああ、そうなんだみたいな感じに思われるかもしれないんですけども、正直結構ね、通常の D ポイントの逃げ道として、D カードプリペイドって結構使えてたんですけども、僕自身は Y モバイルユーザーなので、このニュースは結構痛いなっていうふうに思いました。で、実際にそれがですね、どこで確認できるか見ていただきたいと思うんですが、これが D カードプリペイドの画面です。で、この公式の画面から少しずつね、下に下がっていただきますと、ここです。お知らせ、3月1日にも実はお知らせがあってたみたいで、D カードプリペイドにおける D ポイントによるチャージのセキュリティ強化についてということで、これをクリックすると、出てくる画面がこちらですね。D カードプリペイドにおける D ポイントによるチャージのセキュリティ強化についてということで、上から見ていきましょう。平素は D カードプリペイドをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。とんでもないです。D カードプリペイドへのチャージのセキュリティ向上のため、2018年12月22日、木曜日より D アカウントの2段階認証、そして2019年4月4日木曜日に D カードでチャージを行う際にログインされている D アカウントに紐づいている電話番号の SIM カードが挿入されたスマートフォン、タブレット端末でのドコモネットワーク SP モードによる接続を導入いたしましたと。で、問題はここからです。2021年3月31日水曜日よりセキュリティ向上のため D ポイントでのチャージを行う際にログインされている D アカウントに紐づいている電話番号の SIM カードが挿入されたスマートフォン、タブレット端末でのドコモネットワーク SP モードによる接続が必須となりますということですので、要約すると先ほどお伝えしたドコモの契約をしてない方、ドコモ回線を契約してない方は通常の D ポイントでのチャージができなくなりますよということでございました。いや、正直ね、これ発表された時に、どういうことなんだろうっていうふうに一瞬は思ったんですけども、冷静に考えたら結構ね、これは痛いなというふうに思いました。でですね、ちょっと一応、実際に D ポイントでのチャージができないのかってちょっと気になってですね、今のその D ポイントチャージの画面がどうなってるのか、D カードプリペイドの画面から D ポイントでチャージするときにどんな画面表示がされるのかちょっと見ていただきたいと思います。まずはですね、これ D カードプリペイドのログインをしていただきたいと思いますので、ここのログインをタップしていただいて、そしたらですね、追加認証で生年月日を入力していただいて、ここの確定をタップします。そしたらですね、うまくログインができまして、残高もしっかりと出てますね。で、右上の3本線のところをタップしていただくと、こんなメニュー画面が出てきますんで、ここのチャージというところですね、タップします。そしたらですね、チャージする画面がいろいろと出てきます。で、チャージする金額が確か500円からだったので、試しに500円という風に入力をして、この試しに D ポイントという風のところにチェックを入れます。で、下に下がっていただくと、ここの確認というところをタップします。そして、ここまでね、順調にいけてるので、いけるんじゃねっていう風に最初思ったんですよ。ちゃんとね、チャージ金額、お支払い額 D ポイント、500円分という風になってますんで、よし、やってみようということで、ここの確定をタップしたら、じゃんエラーが発生しましたということでね、お客様の契約状況やご利用状況により決済を完了することができません。加盟店によってご利用条件が異なる場合がございますということでね、まあ残念ながらね、チャージをすることができませんでした。もうすでにね、発表通り、このルートが完全に塞がれてるということでございます。でね、まあもともとね、まあ僕の場合なんですけども、大体こう、いろんなね、D ポイント加盟店とかで D ポイントカードを提示してお買い物したりとか、あとはポイントサイトとかでもね、結構 D ポイント貯めることが多かったんですけども、その貯まった通常の D ポイントに関しては、個人的にまあ使い方としての一つとして、D カードプリペイドに月に1万ポイントまでチャージをすることができてたんですよ。で、それでね、マスターカードの機能とか、ID の機能がもともと D カードにはついてるので、使いやすいなと思いながらお買い物とかで使ってたんですけども、まあそういったね、使い方をしてたりとか、あとそれに加えて、まあ、Apple Pay も使えるので、モバイル Suica に普通にチャージをしてたので、まあ、実質 D ポイントで、モバイル Suica にチャージができるっていう感じでも使ってました。デース系統も、この部分ですね、D カードプリペイドのチャージっていうのが、ドコモ回線、SP モードが使える方のみとなります。おそらくね、ドコモ回線に加えて、最近始まったドコモの新しいサービスのアハモもおそらくね、対象外となるかなというふうに思うんで、まあ、ここは結構ね、正直痛いなというふうに思います。で、今後なんですけども、まあ、ゆずひこ的今後の D カードプリペイド&D ポイントの使い道はということで、まあ、これはね、結構個人差があるので、まあ、ちょっとした参考にしていただければと思うんですが、まあ、簡単に3つにまとめさせていただきました。まず1つ目は、まあ、特典利用ということで、この D カードプリペイドね、一応特典がついてるんですよ。独自の特典ということで、まあ、それがこちらですね。松本清グループで D ポイントが最大 3.5% 貯まるとか、高島屋とか、ドコモオンラインショップの D ポイント 1.5% とか、あと、東京無線というところに 1.5% 貯まるっていうのはあってね。もともとね、ローソンとかの特典があったのがすごい良かったんですけども、それもね、なくなって、徐々にちょっと寂しくなりつつあるようには思うんですけども、とりあえずまあ見た感じ、松清で実質 D ポイントが最大 3.5% 貯まるっていうのは、まあ魅力的なところなのかなというふうに思います。まあクレジットカードのね、D カード持ってる方であれば、確か実質 4% ぐらいのポイントが貯まったりするので、まあそっちを持ってる方はね、そっちを優先して使ってみても全然いいと思います。続きまして、二つ目なんですけども、こちらクレジットカードのキャンペーンのチャージ用ということで、これどういったことかと言いますと、こちら今もおそらく開催中だと思うんですけども、三井住友カードの 20% 還元キャンペーンとかですね。まあそれで、いくら使わないといけないっていう条件があると思うんですけども、まあその時にね、僕は過去にその 20% 還元キャンペーンの時に D カードプリペイドにチャージをして、その条件をクリアしたっていうのがあったんですけども、おそらくね、今もできるとは思うんですけども、まあ僕自身がちょっとトライしてないので、確信は得てないんですけども、もしね、そういった今後、キャンペーンとかがあれば、とりあえずチャージするためのカードとして一つ持っておこうかなというふうに思っております。で、最後3つ目なんですけども、こちら自宅に飾るっていうことで、間違えた。最後3つ目は僕の割の D ポイントの使い道として、まあご覧の通りですね。まあこれも動画でちょくちょく言ってるんですが、まあ投資で使ったり、D ポイント投資で使ったりとか、日光フロッキーですね。そこで現金化したりとか、もちろん普通に日光フロッキーで現金化するよりかは、まあ株を買ったりとかでも全然いいと思います。あとは JAL のマイルとかにも D ポイント交換できるんで、まあそういった方法でもいいと思いますし、あとローソンのお試し期間ですね。まあそこで消費しても全然いいかなというふうに思います。一応ですね、過去にこちら D ポイント期間用途限定現金化できますということで、今お伝えしたその日光フロッキーというところを使って、まあ D ポイントを使って投資ができる。まあ現金化もできますし、まあ普通に株を買ったりとか、投資信託みたいな ETF とかで買うこともできますんで、まあそういった方法で試してみるのも結構面白いのかなというふうに思います。僕もね、ちょくちょく、通常の D ポイントではなくて、期間用途限定はね、日光フロッキーで、ポイントで買ったりすることもあったりします。ということでね、本日お伝えしたことまとめです。D カードプリペイドに D ポイントチャージはドコモ回線のみ。そして今後は特典の利用するか、もしくはもうキャンペーンのチャージを、クレジットカードとかのキャンペーンのチャージ用として使おうかなと。で、D ポイントの使い方としたら投資をしたりとか、まあ現金にしたりとか、マイルに交換したりなど、まあ通常の D ポイントは僕はそんな感じで使っていこうかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回は D カードプリペイドが D ポイントチャージ不可になりましたということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせてていただきました。本当ね、まあおそらくドコモ回線使ってる方に関してはね、全然打撃はないんですけども、まあこの動画を見てくださってるそれ以外の方に関しては結構そういった使い方をされてた方からすると結構痛いのかなというふうに思います。まあ今後ね、今溜まってる D ポイントもどんな風に使っていこうかなというふうに僕もすごい考えているところではあるので、まとめてマイルに交換するか、まあ先ほどお伝えしたように日光フロッキーで、まあ株を買ったりするのもちょっと面白いのかなというふうに思っております。まあぜひですね、通常の D ポイントはこんな風に使ってますよとか、こういった方法がありますよというコメントがあればですね、ぜひ下のコメント欄に書いていただければなと思います。今回ね、参考にさせていただいた D カードプリペイドの公式ページのリンク、下の概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。